では今日のこの試合をハイライトで振り返りましょう。ライオン先発は菊池、今シーズン2勝を挙げています。立ち上がり本田からいきなり三振を奪います。カウントノースリーからね、スリーボールから抑えてるわけですよね、はい、その割には本当にビビることなく、いい立ち上がりを、ね、こう見せたと思いますよ、はい、ホークス打線を三者凡退に抑えました。一方の山田は立ち上がり少し不安定でした。そうですね、思い通りのところに行かず、はい、ちょっとね不安定で心配だったですよね、はい、ただそのピンチをしのいで自分のリズムを取り戻しつつ投球を進めていきます。2回のホークスです。ツーアウトランナーが三塁二塁、チャンスを迎えた今日スタメンのリー・トゥーシャン。外のまっすぐ、このボールも良かったですね。こういうねピンチをしのいでいくということで、はい、優勢のこう成長の跡が見られますよね、はい、ピンチでもしっかりと後続を打ち取りました。これは3回です。ツーアウト一塁から長谷川のこの打球、この打球で一気に俊足の本田が先制のホームを踏みます。ツーアウトの後の失点でした。菊池、まあ、ゲームの中でね1試合投げて完封なんてことはなかなかできないんで、その後いかに抑えていくかですよね、はい、失点の後どうやって抑えるか、これできてましたね、はい、そしてこれは4回ライオンズ同点の場面、キャッチャーの炭谷のレフトへのタイムリーヒットで1対1の同点に追いつきます。そしてゲームが動いたのが再びこれ6回です。ワンアウト2塁から今日も5番のこの小久保の打球だったんですね、まあ、カットしに行ったのがね、ライト線に落ちて、はい、その落ちたボールが後ろに点々といって、三塁まで行ってしまったっていうね、はい、ちょっと嫌な失点と嫌なエラーですよね、菊池が降板、2人目が戸上でした。しかしその戸上が田村にタイムリーヒットを打たれます。これで3対1。まあ、この辺まではね、しょうがないなっていう部分ですけども、このホームランが余計でしたね、はい、9番細川の左中間への第2号のスリーランホームラン、これで3点を追加、リードが一気に5点と広がります。さらにホークス田中を攻めます。今日も当たっている長谷川、ライトへの第3号のツーランホームラン、まあ、これがダメ押しという、ね、形になったんですけどね、はい、まあ、この後しっかり田中を抑えただけにね、もったいない失点だったなと思うんですよね、はい、一方の山田、味方のファインプレーもありました。4回までは毎回ランナーを出していたんですが、それ以降は3イニング続けて三者凡退という、まあ、素晴らしい投球を見せました。まあ、結局完投はならなかったんですが、8回を投げて1失点という山田、およそ2ヶ月ぶりの白星を挙げた、今シーズンの7勝目を挙げた山田の投球でした。